メンバーの髪色がいきなり仮面ライダーダブルになったらどんな反応するのか。これからも熱いイエーイ出場恭平と誰ね。もう始めちゃうよ始めちゃうよ、いい始めていい大丈夫です。はい、オッケーオッケー。久々にね、はい、俺の企画です。俺の企画です。あ、じゃあやんなかった。いや、ちょっと待って待って、無理無理。最近さ、面白さに見せられた。1ミリも面白がありません。ひたすらおもろくなりてって考えたもん。そしたらやっぱ頭見て、バカつまんねえ。でこう考えました。今日の企画、メンバーの髪色がいきなり仮面ライダーダブルになったらどんな反応するのか。分け知ってる仮面ライダーダブルっていくよ。ジョーカー。イエーイ。あ、そう、イエーイ。仮面ライダーダブルのサイクロンジョーカーっていうフォームがありまして、はい、こんにちは、今日は僕考えました。あ、自分で。はい、仮面ライダーにしてください。仮面ライダー、はい、これです。ジョーカー、これにしてください。黒やん。黒だね。黒だ。しっかりブリーチでね、金髪をさらに金にして遊んでいきましょう。遊んでいきましょう。半分紫になってきたじゃん。なってきた。えぐいえぐいえぐい。えぐいえぐい。マジでえぐい。まあで、僕は今こうやって、今頭こうやってやってる。俺の回だよ。なんで？俺の回だよ。邪魔しないで。邪魔しないで。俺の回のにお前いちいち突っかかってきて、なんだろう。突っかかってた。邪魔しないで。なんでそんな喧嘩あるんだよ。なんで喧嘩あるんだよ。突っかかってるぞ。あー、まあでもね、京平さんはね、いろんな髪にね、今後も挑戦していくだろうね。ちょっと待って、感じてないっすよ。さっきから、さっきから、あいや、やっぱ耳ってやっぱ気持ちいいからっす。ちょっとやめっすよ。ちょっと、いじめないで。気持ち悪い。人間だもん、人間だもん。やばいお前、ちょっとして、やばい、これこっちがジョーカー。ジョーカー、ちょっと忘れちゃった。こっちやるすぎだね。サイクロン、サイクロン、合わせてサイクロン、ジョーカーで。これでね、先に俺ら家帰ってメンバーを待ってね、メンバーの反応ね、帰ってきて見たいと思います。はい、ありがとう。今日はいえいえ、やめろお前、タメ口。一回大きく回っていいかな。ちょ、何、何、そう、一回大きく回っていいかな。話がある、話がある。何、そう、一回俺の方を直視してほしい。ねえねえ、そう、一回一回一回ちょっと見てほしい。ちょ、マジで見てほしい。君にね、分かってほしい、これは。当ててほしいよ、眉毛。ぜひ。ちょちょ、何しんの、眉毛。これ、モチーフにするための絵画。工作。工作です。お前に分かってほしい、全然、分かりますよ。だよな、俺とお前の仲だもんな。しかも、いや、人は仲良くないんで。いやいや、好きだよな、一緒だ。いや、好きです。趣味は一緒に似てます。これですよ。正解。そうセルフ仮面ライダーダブルです、これ。ジョーカー。え、これ分かる。ダブル、そう、ダブルのこのね、銀色の触覚はね、もしかしたこれでしょ。お前の次は数えろ。目の付けどころがすごい。しかもちょうどダブルって、あの丸いシルエット、坊主が一番ちょうどいい。そうまあじゃあ、誰が次に帰ってくるまでお楽しみという。そうだね。ちょっとターボを読んできます。了解。iPhone のケースがなくて。iPhone ケース？
iPhone ケースがなくてさ。その前、何これ。置物ですよ。置物ですよ。これおしゃれしてるな、最近これのハット。パソコンの調子が悪い。ああ、そう。パソコンをちょっと直して。めっちゃざっくりしてんじゃん。どういうコンセプトなのこれ。眉毛何？キモい眉毛。うんうん、そのコンセプトに基づいた仮面ライダーダブルです。仮面ライダーダブル。わかんねえかこいつ。まあ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 てか俺こっちから見る俺かっこよくない。いや俺結構こっちのがこっち派最後派。うざっうざっ。最後の派じゃないよ。今日は家にあとまだタツキがいますので。はいはい。タツキン TV どっちや。うるさうるさうるさいなぁ。トタバタトタバタすぐ行動する人だ。MacBook が結構不注射悪いからさ。 Mac ちょっと直してほしい。 Mac といえば助けた。あ、直ってんのか。あ、なんか勝手に勝手に直るやつだった。なるほど。あー、ついね上。いや、上で話してたの。編集してた。おー、順調。じゃあこれからも頑張って。熱い。めっちゃ見たな。めっちゃ俺のこと見てる。見てしまったな今。あの待って待って一つ疑問生まれたわ。お前って一体何色が似合う？なんかお前あんまり似合う。いやいやいや、いつもの2倍3倍なんか俺かっこいいですよみたいな表情してるけど。これ意味あるんだよ。全部なんかサーカスの人。違いますよ。ああまあね。お前わかんねえかな。これなんですよね。いやおかしい。激しすぎだもん。ダブルでお願いしますって。面白すぎだろ。正直伝わったらできない。どうした急に。髪つまんねえと思ったら金髪普通に。だからもうやってやろうと思って。色濃くするとハゲ超目立つね。ここやばい。そうそうそうなの。マジでやばい。これ知らない。 W ハゲみたいな。そう W ハゲ。そう W ハゲ。ハゲなるか。ハゲなるか。あ、なるほど。みんなやっぱ面白い。リアクションしてみて。幸せ幸せ。笑ってるんで大好き。でも笑顔美容。笑顔大好き。変身とか覚えてない。覚えてます。俺これ自動変身装置やってる。なんでこんな似合わないよ。かぶって日焼け対策のおばあちゃんや。おいフィリップ変身だ。やれやれしょうがないな。サイクロンジョーカープユーデューデューデューでもアホだなと思った方、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。もう当然アホですよ、これ。アホだ。さあ、ということで、はい、やってまいりました。月がなんて言うでしょうのコーナー。おー、感想ください。ハゲが目立つ。しょうな。マジかよ、お前。しょうな。愚かどうか。じゃあもうこれ関係ない面白い話じゃあするわ、俺が。それで挽回していい。うん、よっしゃ。ここ4人で韓国行ったじゃん。あの実は2日目の夜飲み終わった後、ああこいつ入ったんですよ。ああで、あの袋、俺らさ、ズボン買ったあの袋あるでしょ。あの時ガーって履いたっていう話は聞いてたの。みんなの荷物キャリーケースこう引いてるやつ、ああ今日開けたらそのゲロの袋の中に俺のズボンとこいつのズボンが入ってんだよ。やばない。最悪や。俺さ、それ知らないで俺手突っ込んだもん。ここにぐる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 。やばい。気持ち悪い。気持ち悪い。俺もいっぱいある。自分の袋に入って自分のズボンだけゲロまみれだった。地獄の皿の状態でちゃんと自分で洗って、ちょうどターボの袋がそこにあったから、ターボ袋貸してって出てきたところに入れたの。いや俺それ言ってくれよ。俺の袋にまず入れてる人が。いやそれがタツキの方。そう、俺のズボンなの。朝起きてターボに袋もらって、それ一応確認して、あ、タツキもだなと思いながらこう。こんなしやばい。それ言ってくれればいいよ。知らないよ俺ずっとでね。吐いた話知ってるから。袋に俺もうゲロまみれだと思って。この手が LINE がもうめっちゃ面白かった。あんたゲロ吐いた袋で俺のズボン入れたら。Yeah.